お前たちドールナイツいつまでリカを守れるか見ものだな。見るがいいドールリカ、ドールイサムの哀れな姿。イサムはデク人形のままドールランド城に転がっている。ドールイサム、ドールリカ、お前たちは所詮人形に過ぎんのだ。ドールランドへ？ドールイサムを連れ戻してきます。でも今あなたがドールランドへ行くのはミスミスデボールの罠に飛び込んでいくようなものではありませんか。あなた一人ではどうか行かせてください。お姉さん、ドールナイツが三人力を合わせなければいつかリカ様は連れ去られてしまいます。それにドールイサムを暗く冷たい城の中で一人ぼっちで放っておくことはできません。わかりました、お行きなさい。許していただけると思ってました。ドールイサムを取り戻せ。頼みましたよ、ドールリカ。はい、必ずデボールの手からドールイサムを取り戻してまいります。今のドールランドはどうなっていることか、みんな無事であればよいが。お姉さん気をつけてね。はっ。ドールリカがいない間にもしリカの身に何かあったら。お任せください。私と兄さんが命に代えてもリカ様をお守りします。ねえ兄さん。はい、リカ様のためならたとえ火の中水の中。ありがとう。そっか、ドールランドに行ったんだ。うん、でもドールリカさん一人で大丈夫なのかしら。え、だってそこにはデボールっていう悪魔がいるんでしょ。大丈夫よ、お姉さん必ずドールイサムを連れて帰ってくるわ。そうですよね、ドールナイツですからね。よし、ドールリカがいない間はこの俺様がリカを守ってやら。ねえリカ、私変な奴がリカちゃんに近寄ってきたらガブって噛みついてやる。僕もやりますよ。任しとけって、この俺様が。うりゃー、はっ、必殺飛び蹴りでやっつけてやる。おーやわかったか、リカ。ドールリカが帰るまで俺たちがお前を守る。うん、ありがとうみんな。よっしゃ、みんな手出せ。手？どうしてですか。気合だよ気合。なんだって勝負の決め手は気合なんだぜ。よし、私もやる。デボールなんて気合で一からよ。せーの、ファイト。ずいぶん楽しそうね。何のお話？知ってるわよ私、ドールランドのことでしょ。なんだ？カトリーヌさん、なんで知ってるんだろう、ドールランドのこと。しまっている。街中がデボールの魔力にかけられている。平和で笑い声が満ち溢れていたドールランドか。
ドールランドへやってきたか、ドールリカ。一体ドールイサムはどこに？私ミスティ、よろしくね。無駄な抵抗はやめなって。どんどんきつくなるだけだよ。いつまでもそこにいればいい。そこでおとなしくしているがいい。たわいもないやつじゃない。行けミスティ、リカを連れてくるのだ。なあプル、ドールリカはどうしたかな。そんなこと心配してもしょうがないでしょ。私たちの役目はリカ様を守ることなんだから。いつデボールが襲ってくるかわからないでしょ。ほら兄さんはあっち見張って。あ、終業のチャイムだ。